すごいやっぱ神々しいですよね。もののけ姫の世界にいるような、ああいうのを目指してますね、やっぱり。野生動物の神々しさをその手で表現し続ける。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は彫刻家瀬戸優。子どもの頃から絵を描くことが好きだった彼が、東京芸術大学で見つけた自分の道。動物はもう小さい頃から本当に大好きで、彫刻にする上で一番美しい形だとやっぱ思うんですね。動物の形っていうのは生物学的に進化して進化して計算されてきた形なので、無駄がないというか、あとやっぱり彫刻の面白いところっていうのが、会えないはずの動物とか触れないはずの動物を自分自身が触れるっていうことにすごい幸せを感じますね。自然が作り上げた造形美、それを表現する難しさ。一番大事にしてるのが、パッと見の印象で生き生きしてるかどうかっていうことで、例えば少し離れて見た時からリアルだったりするっていうところが一番こだわっているところで、僕はもう細かく作り込んでいけばいくほど動物が硬くなってしまうような気がしちゃって、結構こう粘土の荒々しさとそのなんかスピード感っていうか、生き生きとしたところが粘土を使うことで自分が動物に生かせるなって思いますね。中でもそのものの命を表現するのが目。本当に難しいです。あの自然に目が入ってるように作るっていうのも、やっぱなかなか最初の方は技術的に無理でしたね、はい、はめて初めて、あ、かっこよくなった、かわいくなったとか、こういう表情だったんだ君はみたいな。目がないとやっぱ表情っていうのがないですね。目入れて初めて命が入るんで、その瞬間楽しいですね。やっぱりテラコッタの動物たちに生命を宿す、そんな瀬戸優のブレイク前夜。実は粘土、テラコッタって脆いんですけど一番残る素材なんですよ。埴輪とか土偶とかもずっと残ってるんで、なので絶滅危惧種は作っていきたいですね。それはなんか彫刻家としての使命の一つであるような気もしますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は美術家村上瞳のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。